この国にはペットの殺処分ゼロを願っている人がたくさんいます。地域で協力して野良猫の世話をしたり、保護をして里親希望者への譲渡会を開催する人が、増えているようです。そんな活動の中で青い目のジャン君は発見されました。都会の片隅で極度に人を嫌い、反抗的な態度で逃げ回ったり威嚇しながら生きていたジャン君は、なかなか捕まらずに保護をするのも一苦労だったそうです。はいやん、はい、あ、また怒ったの？はい、ずっと怒ってんのか？私たち夫婦はジャン君を初めて見た時に家に招き入れることを決めていました。この子が人に懐くまで何をされても耐え抜くという決意もありました。我が家にジャン君が来てからもう6時間です。そんなに経った？うん、もう7時半です。ジャン君の位置はまだ変わりません。はい、大丈夫。痛い。はい、下から出てくるの怖い？痛いっちゅうの。はい、大丈夫。初めの1ヶ月はとても厳しい戦いでした。威嚇のシャアはもちろん、猫パンチで叩かれても噛まれても痛くないふりをして、私たちは絶対に危害を加えないというメッセージを送り続けました。何が原因でそうなったかは分かりませんが、ジャン君の人間不信は根深く、全く人を寄せつけません。多分人間に虐待されたのか、怖い思いをさせられたことは間違いないと思ったので、怖くない人間がいることを理解してもらうためにかなりの痩せ我慢をしました。そんな日々も1ヶ月を過ぎた頃にはジャン君の攻撃の中にある怒りは、徐々に和らいで、とても無口な猫になっていました。私たちの手の傷も少しずつ減ってきました。保護猫を飼うときには、はじめはケージを用意することが良いとされています。檻に閉じ込めるのではなくて、人から自分を守る場所として、安心して眠ったりくつろいだりできる家のようなものです。そして人に慣れていない保護猫を飼うにあたって、最も気をつけなければいけないことは、家庭内野良にしないことだと言われています。
人の目の届かない部屋の隅に一日中隠れていて、人が寝静まった頃に外に出て餌を食べたりするのが、家庭内野良です。鳴いた。はい。ジャン君。鳴いたね。これはジャン君が初めてニャーと鳴いた瞬間です。この頃はジャン君もシャーシャー威嚇することが少なくなってきたので、ケージの扉を開け放して出入り自由にしていました。ジャン君は外に出ることに慣れて、部屋のあちこちに安全の確認をし始めたのですが、まだまだ人との距離は取っていて、こちらの様子を伺いながら生活をする感じでした。はじめはちょっと離れた位置から部屋の中でくつろぐジャン君の姿を楽しんでいましたが、少しずつ触れ合いを増やせるように慎重に近づいていきました。ここまで慎重に時間をかけるのには訳があって、人との信頼関係が完全に結べていないと、ちょっとした隙を見て玄関から逃げ出すということにもつながるのだそうです。刺したね。元気した。ジャン君。お腹触ったよ。何？お腹。うん、触りました。ジャン君、大事だね。ジャン君、はい。ジャン君、聞こえた？何や？今グローンって言ったよ。うん。っていう音がしたよ。わかるんだ。
グルグルなのか。はい。いいよ。はい。ちゃんくん。おとなしいね、ちゃんくん。そんなにちゃんくん。うん、はい、ちゃん。うん。何泣いてますね。じゃあね。行ってきます。くっついてた。それ。はい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 。ジェン君、はい。はい、来た。よく頑張りました。頑張りました。怒っちゃいます？それとも逃げちゃう？どっちかわからないんですね。まだ初なので、うん、あでも触れるね、うん、はいはい、こっちは、うん、最高だね、はいはい、緊張しいだね。そうなんですよ、すごい緊張しいです。だいぶ緊張しちゃったね、うん、じゃあお薬飲もうね。怒ってんの？怒ってないです。怒ってるかな？いや、でも嫌だよっては言ってるんです。脱走とかがしにくい環境を整えられるかだと、うんうん、そうですね、それに気をつけているか。出ました。はい、はい、はい、夢見たね。お客さん、今日は暑いですね。さあ、対決が始まります。ポンちゃんの勝ち。ジャン君、いつも負けるね。
そうそう。お、ジャン君が珍しく。はい。堂々と寝てますよ。今度は交代でジャン君が。大丈夫よ。大丈夫大丈夫。いいかな。もう一度ね。とうとう、まおいママのゴッドハンドにポンちゃん陥落です。ジャン君尻尾に垂れてる。かわいい。ジャン君。ちゃんまた良くしています。やりました。二人でベッドに入っています。ポンちゃんが入りました。これはジャン君が入ってるところにポンちゃんがすり寄ってきました。なんか今日はさ、うん、ポンちゃんが妙にジャン君に甘えるよね、うん、何か心境が変わったんだね。しかも見て、お手手乗せてるの。じゃあそっとしときましょうかね。かわいい。あ、ジャン君が舐めてる。すごいすごい。初のポンちゃんぐるぐるだ。ポンちゃんぐるぐる言ってんの。
無理ない。出した。なんだっけ、LINE のスタンプを書きました。このスタンプは、保護猫譲渡会の猫三昧さんに寄付するためのものです。私たちは大きな貢献はできませんが、保護猫を大切に飼うことで小さな貢献をしたいと考えています。この動画を見ている方の中でこれから猫を飼いたいと思う方は、譲渡会で出会うことも考えてみてください。いつかは殺処分ゼロを実現できると思います。